今月5日、山形県米沢市の道の駅に行列ができていました。並んだ人が見つめていたのは、ありがとうございます。相馬の港に揚がったカレイやイカ、ホタテなどの魚介類に甘じょっぱいタレをつけて炭火で焼き上げる相馬松川浦の名物浜焼きです。食べたお味はどうだったかな？美味しかった。今まで食べたときない松川浦の浜焼きをここで召し上がってもらって、あ、こんな美味しい浜焼きまた食べに行きたいなと思って松川に足を運んでもらえたらもう最高だと思ってます。相馬市松川浦で旅館を経営する菅野勲さんたち松川浦ガイドの会が、浜焼きを通じて相馬市や松川浦のことを知ってもらおうと初めて県外で販売しました。自身でも営業できてないんです。最近できるね、今頑張ってやろうと思ってやってますけどね。今年3月16日、相馬市は震度6強の揺れに襲われました。松川浦周辺のすべての旅館は被害を受けて休業。3ヶ月近く経つ今も完全な形で営業を再開できた旅館は一つもありません。これもう外見えますかね、今ちょっと養生して雨入らないようにはしてますけど。旅館イサミヤを経営する菅野勲さんは、その被害の大きさに一時廃業も考えました。だんだんやっぱ日が経つにつれ、あ、もう一回いろいろチャレンジしてみようかなとか、そういう気持ちになって今は前向きに進んでます。同じ悩みを抱える同業者の背中を押そうと行ったのが、去年復活させた浜焼きです。ゴールデンウィークの10日間でおよそ1万5000本を販売。浜焼きが8000人もの人を呼び込みました。浜焼きどうぞ。はい、いらっしゃいませ。相馬の浜焼きどうですか？熱々焼いてますからね。はい、ありがとうございました。ありがとうね、いっぱい食べてね。道の駅米沢でも浜焼きは好評で、焼き上がるそばから売れていきます。普通のスーパーで味わえない味が楽しめるかなっていうのが、私はなお行きたいと思ってます。うまい。いや、おいしいね。これを食べたらまた行きたくなりますね、相馬にね。開催するたびに多くの人でにぎわう浜焼き。松川浦といえば浜焼きとなるよう、今後は定期的に開催することも考えています。松川浦にやっぱお客さんがどんどん来てもらうことによって、やっぱり各旅館のこうやる気とかね、やっぱりお客さん来るんだから頑張ろうかなってい こう意識にもつながっていくと思うので、やっぱりうちらがちょっと頑張って地域を盛り上げたいなと。松川浦が多くの観光客でにぎわい、笑顔があふれる場所になるように、松川浦の魅力を伝えながら地震の被害を乗り越えようとしています。